やっぱりもうこの街には
県からもう半日も経つんですから、今頃遠くまで逃げてますよ。いや、奴は必ず近くに。俺の刑事の勘がそう言っている。なんだなんだ、警察か。 ICPO の銭形と言います。あんたたちも聞いていきなよ。あ、すみません、私たち勤務中でして。いいですな。警部、皆さんお楽しみのところをお邪魔してしまったようです。何でも好きな曲言ってみな。え、リクエストだよ。私、演歌以外は苦手でして。そうだ、私のイメージにぴったりの曲をお願いできますか。あんたにぴったりの曲が変わったしもんだな。できるか。プレゼントは確かにいただいたわ。なるほど。
그니까 そいつらに仲間だったのか。ああ、それが何か。ああ、もしもし、さっきの刑事さんか。今目の前に炭酸水と次元大介がいるんだよ。だからさっきの工事現場だよ。もうこれ以上話をややこしくすぎないっつうの。そいつは俺の獲物だ。昨日の続きといこうか、藤子。そこで最高の音楽を頼むぜ。スタートよ。
またつまらぬものを切ってしまった。今日は五右衛門、遅かったじゃねえか。すまん、地下鉄の行き先が分からぬので走ってまいった。五右衛門らしいな、おい、藤郎、よそ見してんじゃねえぞ。いいってことよ。藤子、チェックメイトだ。この勝負は私の負けみたいね。はい。なんだ。うわ、ビリビリだ。おいおい、こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないわよ。ちょっと待て藤子、そいつは。待てと言われて待つって素直な女じゃないの。じゃあね、ルパン。困った藤子ちゃん。こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないぜ藤子。本物のネックレスはお前が来た時ここに買ってきたのさ。これをポケットに捨てた高価なものか。おいルパン。お前専用の手帳だ。こんなの売り子じゃシャツのボタンもこの味だぜ。待て待て、邪魔して悪かったな。最高の演奏だったぜ。こいつはチップだ。おお、いくのか。あいつはまた来いよ。ルパン、そっちは行き止まりだぜ。キム、こっちから行くぜ。でかした。こんなで寄るんだ。おーしおーし、おー、さて、ジョーはこの鍵がなければ、まあ腕を切り落としてもしない限り外れません。観念しろ。さあこっちに来い。おい、ルパン、さっさと歩くんだ。キム、何ですかそれ。